コドラクホワイトメインは前ええ私がバカだったのあんな話を信じないで取引を断ればよかったでもそうしなかったそれでこの価値もないガラクタを抱えてるのこの爪とユンゴル墓地についての下りよこれをそこへ戻せば同じ重さのゴールドよりずっと価値があるんだと彼は言ってたユンゴルの部屋に戻すとかなんとかって話よよくわからないけど何を考えてたのかしらもしそれが事実だとしても得体の知れないものがうようよいる古代の墓になんて行くもんですか今じゃもうどうでもいいの調べてみたいならいいわよ50ゴールドで売るわそうしたらもうあなたの問題ねいいわどうぞこれのせいで殺されるわよでも私は悪くないわいいでもねもしこれに価値があるって分かったら知らせてちょうだいねはいそうだなThank you.
我が輝かしき栄光はどうでもよいというのですか。行きなさい。灯火を持ってキルクリースの山へ。